車椅子で階段をスムーズに登ったり、スマホで自由自在に動かしたり、今時の福祉用具、便利に進化しているんです。春日市で開かれた福祉用具の体験会には、50を超える福祉用具などのメーカーが自慢の商品を出展しました。中でも目を引いたのが、この入浴用のリフトです。おお、すごい。この座った状態で移動できるんですね。そうですね。座ったまま入浴できるので、介護する人もされる人もノンストレス。これいい。ちなみにいくらぐらいするんですか？これセットで300万円ぐらい。こちらの一方、こちらの車椅子は超ハイテク。実際に体験しています。この専用の腕時計をつけて2回タップすると、こういうふうにゆっくりと進むようになってるんですね。腕時計をタップして、進め、止まれと指示を送ります。この指示が後輪の部分にある機器に無線で伝わり、自動で動くのです。何でも取り外しができて、どの車椅子にでも装着ができる。どの車椅子にでも装着できるんですか？体験した人は、普段の生活もちょっと向上しますし、体験できるっていうのがすごく、福祉用具を利用することで、生活の安心につながっていくということがより広まっていけばいいなというふうに思っています。Thank you.